西野です。ナダルです。さあ、じゃあ明日よろしくチャンネル。はい、はいはい、ナダルさん、うん、今日はちょっとおしゃれな背景で、ねえ、おしゃれな背景で誰かが来る時の画角なんですけど、やっぱりちょっと二人きりやったりすると、やっぱそのこんな派手な画角で何しようもないの撮ってるんでクレームっぽい感じどんなチャンネルやん。はいはいはい、はい、ということで、今日はですね、ちょっととある方来てもらってます。どうぞ。とある方、はい、どうもー、お願いしまーす。どうやないか。おい、じゃあ言わしたでよ。俺が言うのよそれなんで先言うんだよやめたでよ。サンサンズのゾイです。お願いしまーす。もうこのちゃん、なんか言おうとしまった。え、今大丈夫ですか。サンサンズのゾイです。乳首からバーン。あーおいこれやらんとない。やっぱ知らない人がいるから。いや俺さ、俺も知らない。知らない。初めて聞いた。初めてから見た。え、知らない。同期やって、同期で割とこのチャンネルも何回か出てもらってる。出してもらってるよ。乳首からバーンも初めて聞いた。知らない。俺がこれだけ、これだけを3分やるネタとか知らない。知らん知らん知らん。だから知らんからナダルがあーって。いやいや、まあ、助けようとして困らせんといてくれ。はい、いきなり、サンサンズです。はい、サンサンズはもう僕ら同期で、はい、僕のライブとかにも出てもらってるし、はい、なんていうんですか、YouTube チャンネルも出てもらってて、はい、すごいやん。もうな、最初の一発目の絡みは、うん、西野がかなり不機嫌ドッキリみたいな。サンサン3人が西野くんを嫌いになりかけたつもり。ダメよ、あったな。本気で俺のことを嫌いになりかけた。嫌いになりすぎて、たかしが終盤怒ってたから。怒んないから、高橋さん。全員怒ってた。全員もう、OK。あの動画おもろくて、まだたまに見返すもん。いや、ダメよ。声の哀愁の顔よかったから。悲しくなったんだから。会いたくて喋ったら、こちらになるから。楽しみにしてたのにな。今はもう、中橋さん同期なんですけども、ゾエ、今日は一人で来ていただいてるんですけど、実はですね、ゾエ以外に今日はお呼びしてる方々がいて、それがですね、ナダルさん、知ってると思いますけども、リングリンデ。知るか。誰やねん。知らないの、リングリンデ。正直聞いたことないわ。正直言うと、僕も今日初めまして。マジかよ。はい。それ、それ西野が、はい、その NSC の授業とかで、その知ったとこじゃない。あ、今 NSC のね、あの授業をやらせてもらってますから、うん、そこで知ったとかじゃないですか。じゃないの。はい、北海道の芸人なんですけど。北海道なんや。そう。だからゾエ。そう。なるほど。北海道出身やから。はい、で、北海道でもやってたから、一緒に舞台も立ってた。もちろんやってます。っていうので、まあ、ちょっとゾエを、まあまあ、間に置いて、うん、ちょっといろいろ。ね、教えてもらおうかな。ゾエはほんなも結構可愛がってたというか、可愛がってたというか、そのまま来たら分かるんですけど、同期なのよ。あ、そう、同期。そう、そうやね。あ、そうなん。だから、まあ一緒に、まあもちろん飯とかも行ったこともあるし、うんうん、まあ一緒にライブで仲良くやってたこともある。あ、そうなんや。そう、だから同期で、まだ知らぬ同期、うん、まだ見ぬ同期をちょっとここの機会に。そうそう、確かにあんま分かってない同期結構おったりするからね。そうそう、やってみようって。はいはいはい、なるほどなるほど。ということで、じゃあリングリンで、うん、来てもらっていいですか。お願いします。ありまーす。どうもどうも、リングリンデです。お母さんと息子のマシロ、実の親子で芸人やっております。よろしくお願いします。出ました、紹介が、はい、出ました。はい、今自己紹介でちょっと奈々さん気になった部分ありましたよね。いや、なんか、うん、なんか漫才のつかみみたいな、うん、そうで、お母さんと、うん、ま、マシロ、マシロ、え、うん、この二人はだからな、ゾエ、ほんまの実の親子。うん、あ、はい、そうなんや。これガチの親子なのよ。親子漫才師。そう、親子漫才師。半熟フレッシュ、うん、渡る水岡に続く。そう、渡る水岡入れんねんな。入れないでしょ。あ、おったけど渡る水岡。そう、だから、はいはいはい、リングリンデが、しかも同期なんすよね、うん、なんすよねっていうのも変やけど、うん、いや、でも敬語使っちゃう、初対面はね、うんうん、まあね。だって、まひろくん、あ、まひろくん、まひろくんは、まひろくんは今、思春期の中学生。思春期の中学生じゃないの。だ、今の思春期の中、ただ、それぐらい若く見えるやろ。今いくつでしたっけ。21歳。あ、21、成人してんだよ。ちょっとよう考えて、21で同期やる。いや、めっちゃ若いね。芸人始めた時何歳。9歳です。
えっだからちょっといろいろ聞きたいこと多すぎるじゃん。分からないけど、芦田愛菜ちゃんとかどう来ちゃうそんなことない、そんぐらいちゃう、そんぐらいだと思う。鈴木福君とかどう来ちゃう、うん、あ、そうですね、黄金世代かもしれないだから、うん、え俺らより話合うんちゃう、じゃあその2人とも、じゃあいつから、だから我々13年目じゃないですか、うんうん、13年前に結成っていう、結成は2010年の9月ぐらいに結成して、2010年の9月、でオーディションを受けて、なるほどなるほど、最高の仕事のね、ああ、うん、そうかそうか、コンビ歴で言うと俺らより長いね、コンビ歴で言うとね、うん、俺ら卒業してから組んでるから、コンビとかじゃなくて多分ずっともう21年一緒におるからね。だからどういう経緯で組むことになったの、その言うたら、そもそもは私が M1 の時になんかネタができたからちょっと M1 出ようぜ、まひろの小学校、あのサッカー少年団のママ友誘ってコンビを結成して、ほんまにおかんのエピソードやねサッカー少年団、あのお母さんごめんなさい失礼ですけど、おいくつですか？45です。45、まあ、お綺麗でね、45で、え、お母さん自体は芸人はいつからやってたの？その時が2009年の M1 を受けた時が芸人、それまでは普通にお母さん、それまで普通にお母さん、え、なんで急にお笑い、その M1 出たいって思った？なんかネタができたからそこが分かんない、そうやそうやね、なんでネタができたの、なんとなく分かるやろここに緑入れたらそうなるやろ、いや、緑は最近ちゃうか、別に分からんけどそういう考えがないとなかなかできない、ネタができ、お笑いもともと好きやったってこと？お笑いは見てて、好きで、え、なんかネタができたから、え、まひろくんはさ、はい、お母さんなんか最近ネタ書いてんなみたいな分かってたの？なんか出てるとは聞いてて、その相方とかが家に来たりとか、その相方が家に来てっていうのは、おかんの友達とか、そうよくおかんの友達を相方と呼ぶじゃん当時の相方すごいね、やっぱりそれは芸人の魂があるというかね、はいはいはい、え、で、ママ友誘って M1 出て、そう、で、それで、その時はちょっとダメだったけど、なんかネットで一人だけ東京から見に来てた人がちょっと面白かったって書いてあって、それが嬉しくて、その相方とじゃあオーディションも出ようって言って、うん、オーディションに出たけれど2回目で高校生の違いで解散をして、高校生の違いからピンになって、でピンでオーディションを受け続けていたところ、まひろがその時あの学校で友達とお笑いコンビを組んで、あら、そうなんです、小学校何年の時、その時それでも小学1年生の時から一応漫才はやったんです。すごいね、お笑いの過程やね、うん、で、まあ、白滝とコンビでやったんです。白滝ああ、センスあるやん、小学生やもん、うん、っていうコンビは組んでて、なんかやったりしてたんですけど、うん、そのちゃんとオーディションにお母さん受けてるっていうのを知って、うん、僕でもあんまり覚えてないんですけど、うん、僕がお母さんいいな、一緒にやりたいなって言ったらしいんですけど、言ったの？どっちそこ、あ、本当に言って、お母さんやってるから、まあ、ひろもやりたいって言うん でその時もピンでも芽が出なかったので、うん、ちょっとじゃあ息子と一緒にやったらなんか違うかもと思って、やったら、うん、なるほど、息子が言って、まひろくんが言ってきたと、あ、じゃあそれをお母さんも仕方ないなっていうので、あ、じゃあまひろくんでも覚えてない、覚えてないし、うん、なんかお母さん一回抜けてるんですよ、そのリングリンデを、ややこしいけど、ちょっとほんまにただでさえややこしいから嘘つくのなしそのなんかもうめちゃめちゃややこしいから一回抜けた、それほんまにまひろくんがやりたいって言ったんですか、お母さん言った、うん、それはやったよな、うん、でリングリンで抜けやったけど、リングリンで抜けた、そうです、抜けた時にそれを聞いたんですよ、僕が誘ったって、だからその、うん、なんていうの、お母さんは自分から誘ったのに勝手に抜けたみたいな立場になるじゃないですか、もしお母さんに誘ったら、うん、だからそれをなしにするためになんか僕が言ったみたいにしてんじゃないかと思って、責任的に、うん、リングリンってでも抜けてもさ、家におんねやろ、はい、お母さんやから、その別に活動休止期間みたいになったんじゃん、そうですね、お母さん、あ、僕が中学1年生の時に、うん、お母さんが1回抜けて、うん、で5年間僕がピンでやって、うん、で高校3年生の時に、うん、まあ、もう一回お母さんと漫才したいなって言って、もう一回リングリンで再結成しました。結構な空いたんだ、そうそう、5年ぐらい空いてるんだね、そのとかにはずっと出てって、だから年に1回親子で一緒に活動して、 M1 お母さんはそれはまたママ友とまた、あ、リングリンでとして
あの、なるほど、M1 には出てるので、その普段の事務所のライブとかそういうのはお休みして年に1回だけ。まあでも絶対にその M1 だけは出たいという気持ちは消えず。ゾエと初めて出たの。だから俺ら同期なんで、うん、俺がだから、21、2ぐらいで札幌吉本に入社した時に9歳でいたのよ、うん、だからちょっとまたおもろい。じゃあ上はあるのよ俺らでもな、大阪のでしょ、あの NSC とかで50何歳で同期かはあんねんけど、下はないのよ。で9歳で札幌吉本にその入ってきた時に同じく69歳の同期が来たのよ。うわ振り幅すごいな。61歳の差で同期がいたのよ。うちにすごいな。おじいちゃんやん。そうで平日お母さんで仕事もしてるから、うん、打ち合わせとかあるじゃない、うん、あで俺その時車持ってたのよ札幌。あ、はいはいはい、だから俺が真宙を夏休みの真宙を家に迎えに行って打ち合わせ行って送り迎えとかして、お母さん仕事で出れないから。おじさんやん。そう送り迎えしてくるおじさんなんだよ。おじさんもやってない。じゃあもうゾエおじさんぐらいの感じ。そうだよな。だから仲は良かったよな。だから俺らな、その9歳だけどなんか仲は、まあ、かわいい、ね、そうそうそう、お世話がかりはしてたのな。同期とかじゃないもんな。もうそうやだから、ね、子供やもん。ゾエとの思い出ってなんかある、その思い出、まあ、なんかいろいろとその遊んでくれたりとかあったんですけど、なんか僕がお母さんの携帯でそのパズドラをやってたんですよ。お母さんの携帯で、お母さんの携帯でその友達と一緒にパズドラをこうやって、でなんか写真フォルダ行ったら、うん、だからゾエさんが下半身裸の状態の写真が出てきたんですよ。まあまあまあそれはな、まあマキロそれはそれと選ばないとそのトークはでもっとあるじゃん。ちょっと待って一個ずつ言え。お母さん好きやったらいいよ、お前。違うとじゃあ好きやったらしても悲しい話だな。いやもう一回そういう感じ。ごめん、もしかしたらここモザイクかかるの。なぁ、犯罪者じゃねえんだよ。犯罪者じゃねえんだ俺別に。なるほど、ここはもう関係性あったってことですね、ほんなら。いや、ここはあったよ。いや関係性、そういう関係性じゃないから。お母さんの、なんすか、そう飲み会とかでちょっとはしゃいで。そうよね、ふざけたやつよね。みんなでカラオケに行ってる時に、あのチンチン出してる写真が面白かったから撮ってたのを。面白かった、撮った。面白かったそうそう、別に。その、ごめんなさい、旦那さんは、普通にいるじゃないですか。旦那さんは、お笑いに関してはどう言ってんですか。あ、応援を。あ、一個お土産がありました、そういえば。え、ちょっとお待ちください。お土産、ここでお土産。あ、すごいね、お母さん。あ、お父、旦那さんいるんや。めちゃくちゃイケメンだからね。あ、そうなんや、すごいイケメン。なんとなく俺離婚してるのかと思ってた。偏見がすごいって。うちの夫があの開発したカレーで、めっちゃいいよ。お土産ランキングで金賞取ってました。すげえ、すごいのよ。バターチキンカレー、バターチキンカレーすごいの。ぜひお食べください。ありがとうございます。うまそう。めっちゃうまそうやねんけど。トマト香る北海道ニンニクのバターチキンカレー、すごい。京都ニンニクっていう、北海道名産の、はあ、ほんまにいいやつっすよ、お母さん。ほんまにいいやつ。このタイミングでほんまにいいやつ。嬉しい。なんやこれとか言われへん。絶対変なのこれだと思うけど、めっちゃいいやつ。うちの夫が開発した。あ、すごい人よ。お父さんといえば。お母さんやな。いやだ、なるほどね、うん、なんかあれなんやろ、吉本所属入って、うん、まあ、なんか一応オーディションとかで受けたりして、うん、なんかどうでした、前の反応とか、ネットとか、うん、ツイッターとか横澤とかして、なんかその所属になった時に、うん、当時のなんか2チャンネルとか掲示板で、うん、あるね、2チャンネル、あのデブスのババアとガキが入ってきた。デブスのババアとガキが入ってきた。やっぱさ、2チャンネルって。いや、さ、いや、どこがって感じですよ。デブスのババアでもな、ゾエ。いや、全然綺麗だったよ、昔はもっと綺麗。もっと綺麗って言ったらあれ。なんかさ、ほんまになんかいやらしいリモート。いや、違う、そういうことじゃないよ。違う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 。もっと綺麗、もっと綺麗って言う人は。いやいや、もっと綺麗だった。俺、改めて聞きたいけど、なんで送り深いとこまでするんだ。てか、俺しか口じゃない。てか、俺しか、俺しか車持ってなかったの、当時。札幌吉本の芸人で。で、いなかった。でも、なあ、家とかで遊んでな、したよな、楽しみが。真宙が名刺取るから、お前。いや、お前のせいだぞ、俺。大丈夫、しかもなんか今日もちょっと早めに集合してたんですよ、二人だけで。え？ちょっとなんか、うん、マヒロ、それは違うじゃん。それ一緒に緊張してるかなと思って、はい、大丈夫、お母さん大丈夫ですか、ゾエの感じは。はい。いや、そこ変な範囲だから、変な範囲だから。じゃあ、あなたも旦那いるけど、俺も子供
ったね。もうやめてくれよ。あ、その言ったらそんなこと書かれて。いやいや、これ子供でだいぶ傷つくやんな、そんな、うん、ガキが入ってきたとか。その時 の、 あの覚えてないんですけど、その書き込み見て私は傷ついたんですけど、うん、もう腹よじれぐらい笑って自分でそれ見て負けろ。これ言うとやわ、さっきから俺思ってて、なんか悪い笑い好きなのなと思って。だってもうガンガン出ますって言われてんねんで、うん、笑ってもらえあ、それぐらいの感覚内でやっぱ、うん、そうか。なんか日本の社長の辻さんともなんか交流あったみたいな。いや、そうなの。辻さんがすごいあのライブ呼んでいただいたりとか、うん、そう、もう辻さんはあの人も嗅覚エグいから、もうなんかリングリンで注目してる。だってあれよ、すごいやん。今回東京来たのも辻さんのライブに呼ばれてきてんの、札幌吉本から。一人だけ。そういうことか。もうぜひ出てくれっつって。そう、親子で？いや、もう一人で。でお母さんは一応真宙がハマってるけど、お母さんハマってない。ほら、つぶだてんの。いやね、それ。まあ一応息子が東京行くから連れてきたっていうことですよね、だから言うたら。そう。あと、まあこれはそのライブがあるっていうのを聞いて、東京にいるっていうのを聞いたから、うん、我々もこの出ていただいてるから。あ、うん、あ。なるほどね。まあコンビとしてね。や、大喜利結構得意なの。ああ、でも大喜利好きというか、そうそう、好きなんだよな。小学校の6年生の時に、あの一本スカウトって当時あったやつ、一本グランプリの一個下のオーディションみたいなのでバカリズム賞いただいてる。すごい、すごいんだよ。おろ、余裕でこん中で一番強いもん。余裕でぶつけ、やっぱバリ俺らとかマジで大喜利な、うん、ナダルは、まあ、俺とさ、ゾエが負けるのは全然見てないけど、お前負けるのあんま見てない。お前、俺しかも余裕で負けるやん、無口な、なんかできそうな立ち振る舞いで滑るから。しれっと全然もう仲間見てきたからな。そうなるほど。はいはい。どうですか、真宙君的に、はい、あの昔からお母さんと、まあ家族やから一緒におるけど、うん、はい、なんかお母さんどんな人ですか？お母さん、そうですね、怒ったりもしてくる。怒りますね、基本めちゃめちゃ怒ってて、うん、で僕今結構仲悪い状態というか、ええやん。まあ師匠、まあ21か。いや、まあ、それはコンビとして、どういう、まあ、親子として親子でも多分相方でも多分どっちでも今俺ちょっとあんま言いたないけど、リングリンで来る前からずっとそこにおったり見えてたよ、うん、めっちゃ顔のなんかここのシミとか消してくれる。やめたり、超嫌なの。バリアムバリバリ親やったで。めちゃくちゃ親やった。めっちゃ身任せてたで。仲ええやろ。顔になんか塗ってた。顔にこうやってもうついてるからみたいなやってる。おかんやった。あれ仲ええやろあれ。あれでもちょっとなんか、え、悪いの？悪いですね。相当なんか僕、うん、相当悪い。ネタ練習とかするじゃないですか、うん、まあ家で結局するんですけど、リビングとかで、うん、でその時も僕が書いてくるネタの時があれば、お母さん書いてくるネタの時もあれば、両方書くんや。そうですよ、両方で。家族 でお母さん書いてきたネタの時に、いやちょっとこれお母さん弱いかもっていう、まあ仕方ないな、ちょっとあるかもっていうところがあって、でそういうの指摘したら、あんたは茶碗も洗わないくせにとか、あんたは洗濯物を回さないくせにとか、出したものをあの戻さないくせにみたいな、関係ないじゃないですか。関係ないよ。マジで。コンビの喧嘩ってもう家族の親子としての喧嘩なんで、なんか親子出してくるんですよ、相方に。親子出してくるってね。親を。いや、しかもそんなこと言ってめっちゃお母さんみたいなこと言うのに、ご飯行ったら同期だから割り勘にするんですよ。はい。それはなしでよ。割り勘ですか。お母さんだから。お母さん。いや、お母さんじゃんだけど相方だから、それはもうね。お互いがお互いの方を賄わないといけない。いいとこだけ出してくるんですよ、お母さんのいいところ。これすごくて、東京来てるじゃん、今回。飛行機代とか全部別々出してたって。その言うたら家族やったら普通親がまあ出すみたいなあるやん、うちは家計から出ない。えそのお笑い経費は家計から出ない。お笑い経費ってそれぞれが自分たち の、まあ、あの高校卒業して自分で働くよう、まああの学生のうちは親が出してたけども、学生じゃないから。え、今も学生じゃないの？違います。もう芸人一本、芸人でバイトして、バイトして。すごい、ほんの覚悟だよな。すごい。だから割り勘で同期っていうか、でそれもこういつも2人でこう東京来る時とかはあの一緒の飛行機取って一緒のホテルでツインに泊まってたけど、うん、そうなると飛行機代が高くなるからって言って、今回一人で友達うち泊まるからって言って飛行機を勝手に取って、なんで、そうなので私が一人でホテルに泊まらなきゃいけなくなってるか
から私の分が高いなって嫌な気持ちになって。いやもちろんトーンがまあただのお母さんやな。トーン嫌な気持ちになっている。どんな終わり方やね。でもさ、じゃあ別の考えするとお母さんだったら芸人じゃないですか、うん、でも息子じゃない動きというか、言ったら芸人って飲み歩いたりするじゃないですか、だからそういうのとかも、じゃあ芸人同期やったら別にいいじゃないですか。いやでもその、本当二十歳超えてからお酒飲むようになって、まあまあね、本当にお酒をたくさん飲んで、うん、毎日のように本当飲み歩いて、でもう朝になって帰ってくる。でそれもあの芸人がやってる店で8時まで飲めるとかっていうところで飲んで帰ってくるし、で一応2人の共有のスケジュールがあるんだけど、そこの共有のスケジュールがもう麻雀、飲み会、バーベキューでばっかり埋まってて、でネタ連の時間が一切取れないのに、ネタ連をこの日いつ私がいつしますかって送ってもなんか返事が来ないから、じゃあ3時にしましょうって言うと3時に家に帰ってくる。だから3時からネタ練ができないのに、なんかこの自分悪くないみたいな顔をするから腹が立つ。どうですか、いや、まあまあいろいろ話聞いてるけど、そんな破天荒芸人やってやってるってのまさかそんな朝まで飲み歩いて麻雀してじゃないですか。でもえこんな言うけど、まあそれは、まあ、僕もちょっとあれかなとはあるけど、でも同期の感覚でいくといいやんって、うん、親の目線かなって思っちゃうの。それもなんか前にその西野の辻さんに飲ませて、あの北海道来た時に飲みに連れて行っていただいた時に、はい、あの財布とかスマホなくして、ああ飲みすぎて飲みすぎて、で連絡取れなくて、私もその日の夜ライブ終わった後にあの辻さんにも、じゃあお母さん息子さんお借りしますって感じでこう連れて行っていただいた日からも既得にならなくて、 LINE どうしてますかって送っても既得にならないし、その日の夜になっても連絡来ないから死んだなと思って、死んだすごいもう心配で、そんなそっち行くって、ダメだこんなに連絡取れない既得もつかないしと思ったら帰ってきて、でスマホとか携帯落としたって言って、分かってるからもう何も言わないでくれって言って帰ってきて、でこの心配した気持ちをどうしようもないから、それを吉本の社員にこうやって酔っ払って全部なくして、もう大変だったんだからって、死んだと思ったって言ったら、そんな簡単に死にませんって、いいネタできてよかったじゃないですかって言われたけど、ってことはこの私の今までのもう心配した気持ちがどこに行ってしまうんだろうと思って、それは良くないと思う、良くないと思う、ただのお母さんの説教やん、おかんの説教え、でもお母さんはあのお酒やめるほど飲んでとかじゃなかったわけですね、芸人の飲み会とかで。いやお母さんこそですよ。え、母さんそんなこと言うじゃないですか、お母さんって。えこんなに言うけど、うん、お母さんがそもそも僕が飲めない時に飲んでたで、そのそうやな、うん、飲めない時にお母さん酒好きない、めちゃくちゃお酒そうなん好きで酒癖悪くて、えなんか僕がその19歳の時はまだ飲めなかったんですけど、うん、その社員さんの送別会みたいな時があって、うん、で芸人たちみんな集まる飲み会で、で、まあ、僕とお母さん一応離れて座ってたんですけどで結構その なんかその2時間ぐらい経ったぐらいで結構お母さん酔っ払ってきて、なんかこうガッガンなみたいになってきて、あやばいなみたいな思ってきて、でなんかよく見せたらその隣の後輩芸人の膝とかさすってるんですよね、お母さん。いやいや目でやめてっていう目をして、そしたらみたいな戻るんですけど、また見たらまたさすってて、いやいやな、ね、やめてっていう目をして、でそして3次会に行くよってなった時に、あのさすがにお母さん帰りなって他の芸人の人が言ってくれて、で僕のタクシー乗って、お母さん帰りな、お母さんも帰った方がいいよ、パワーワードやな、でタクシーであの家まで行きますけど、まあ、その時もずっと起こせて、お前が出せてクソつまらんかったふざけんなよみたいな、もう言い掛かっちゃってるから、もうそんなもうなってずっと言ってて、ブチ切れて、なんか切れすぎて土地で降りちゃったんですよ、タクシーから。降りるって言って、でも一銭持ってないんで、タクシー代が払えないんですよ、あかんあかん。でそれ結構まあ夜遅く2時とかだったと思うんですけど、お父さんに電話して、そしてお父さんが走ってきてくれて、でお父さんがお金こう寝起きで払ってくれて、でお父さん先に帰ってって感じで、やばかったな、めちゃくちゃやん。でタクシーで帰っ、あタクシーから降りて家にまで帰ったんですけど、そしたらなんかリビング入ったらお母さん、そのルームランナー、お母さん大事にしてるルームランナーあるんですけど、その上でおしっこをしてたんですよ。ちょうどこうやって和式みたいにしてて、何がちょうどやねん流れていくやん、めちゃくちゃやんお母さん
いやいやいや、なんか涙吸ってる。何が悲しくなってた。何が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 何を泣けることが。なんで YouTube でこんなこと言われないの。いやいや、言われるよ。いやいや、めちゃくちゃやん、お母さん。いや、それも、うん、酒癖がでも悪いのから、うん、悪くて。悪いのじゃないのよ。やっぱ親子やから、すごいね、やり合いが。それも最後に、でも私その日を最後に本当に酒をやめて、それが2年前の7月。あね、結構最近やぞ。7月31日から酒はやめて、あれを反省して、でもその後に、まあ、ヒロも飲むようになってから、自宅で宅飲みしてる時に、あの2階の階段の上から1階に向かっておしっこしたことがある。いいじゃん、必要なんて。いいじゃん、その親子の。いいじゃん、一緒すぎる。いいじゃん、しょんべんの話いっぱいある。しょんべん漏らし親子ただの。いいやん、チャンネル中出て。奈々さん綺麗やもんね。だから言ったら、いやいや、もう綺麗やしね、うん、それは今から全然活躍できると思いますけども、うん、まあ、トーク尺もうちょっと短くしてもいいかもしれない。いやいやいやいいだろそれは。同期やからね。同期、うん、ネタ合わせとかどうやってんの、うん、ネタ合わせ。ネタ合わせは家で。家でか。時間を決めてやって、なんか茶碗洗いしたりとか買い物行ったりするときに合わせると仲良くできるんで、うん、はあ、そんな感じで茶碗洗いしながら。なるほどね。で洗って拭いて、はあ、はあはあ、だからその家事もやりつつっていうのが、普通に考えてコンビってさ、サンサンズもそうやけどさ、うん、家まで帰って家にまだ相方おったらしんどない？最悪よね。絶対しんどいやん。だってその状態ってことやから。喧嘩したやつと一緒に夕飯食わなきゃいけないんでしょ。そういうこと。むちゃくちゃ嫌じゃんそんなの。そのネタ合わせで喧嘩したまま夕飯の晩飯の流れってあるもん、ね、やっぱり。全然ネタ合わせは基本夜中にする。最後夫と子供が寝てから、次男がいるので、次男が寝てからリビングで寝静まった後にやる。最後すごいな。あ、次男おんねや。次男今中3の次男。中3なんてだって一番思春期やん。親がお兄ちゃんとお母さんが漫才してるってめちゃくちゃ恥ずいみたいな。一番笑ってくれる。すごいな。いい家なんよ。いい子やな。すごいな。ネタ見せも弟にしてもらって、ライブ前にちょっと見てって言ってどうだったみたいな感じのね。そうだ、弟の目は確かだ。弟はでも全肯定してくれる。一番いいお客さん。ただ難しいところで全肯定ってあんまりね、良くない。家族やしね。そう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 、身内のその全肯定。お母さんの今のボケおもんなって思っても言えへんかもしれない。ちゃんと笑ってくれるもんね。うん、笑ってはくれる。ちゃんと笑ってくれる。どうなの、それをさ、弟が大絶賛したネタをオーディションとかにかけてよかったりするっけ。でもなんかどうだろう、そのお母さんが踊ったりするので笑ったりするんですね、やっぱり。だからそので僕がボイスパーカッションするみたいな、なんかシュールなネタ。どんなネタ、どんなネタ。シュールなネタの時は笑ってるな。もう弟はシュールが好きみたいな感じ。だから客受けはあんまな感じだ。客受けはするんだ。客受けもするよ。ああ、そんなんすごいいい感じやな。2人は東京に来たりはないんですか。そこは東京にね、進出したいんですけれども、うん、ちょっと持ち家なので。まだローンが残ってる。同期で一番最初に家持ってるよ。スタートと同時に家。結成と同時に家やるから。そう。そういうことか。ネタももちろん面白いんだけど、いろんな多趣味なのよ。まひろがその引っかかとっかかりが多いような気がして、バンドとかも。バンド音楽。バンド。もう今やってて、乳首国門同好会さんっているんですけど、ああ聞いたことある。フェスとかに結構名前つられてる。北海道ツアーの時に一緒にバンドとして回らせていただいて。とんでもない才能。とんでもないやん。いろいろしてるな。そう、めちゃくちゃうまい。ギター、ベースです。うわ、かっこえ。そう、余裕でフェスとかに名前入ってる。そうそうそう、だからいけそうだし。で、まひろその特技あるじゃない。で、お母さんもともと美術の先生なの。絵がちょっとね、あの部屋からそうそうそうおしゃれな感じやけど、あ、美術の先生で今似顔屋さんの店長やってる。めちゃくちゃある。ちょっと待って、もう芸人せんでええやん。そうそうそう、めちゃくちゃあるのよ、とっかかりが。すごいな。多趣味なのよ。趣味やん。もね、絵が血を受け継いで得意で、はい、あら、この間のヨネダ2000の単独の絵描かせてもらってくるとかも。ヨネダ2000の単独の絵ポスターってこと。そうです、ポスター。すごいやん。めちゃくちゃあるから、すぐ出れそうな気はするけどね。ヒロ君はなんかヨネダ2000の先輩なんや。
そう、うわー、そこがだから、そう考えるとエグいな、うん、え、だから、えむちゃくちゃ後輩だし、ね、空気階段の先輩もんな、そうですね、オズワルドも後輩、オズワルドも後輩もん、オズワルドとか、だからコットンとか敬語やん、みんなお前コットンもコットン、オズワルド、そうや、カエル亭も、カエル亭もそうです、カエル亭って呼んでる、カエル、そうだな、どうするの、カラミの時とかカエル亭とか、いやでも、無限大とかそうですね、この前、一昨日ぐらいに一緒にあの共演させていただいたんですけど、さすがにそのタメ口は使えないんで、あっちはすごい敬語を使ってくれますけど、俺ら、だいぶ後輩でさ、おばあちゃんって俺やん、あー、いるね、おばあちゃん後輩やんな、おばあ後輩ですね、おばあちゃんの先輩がお母さんで、そうそうそう意味が分かる、意味が分かる、おばあちゃん、おばあちゃん、やべー、めちゃくちゃやな、おばあちゃん、お母さんに敬語意味が分かんないな、ネタ作るペースっていうのはもう五分五分ぐらい、昔は私が作ってたんだけど、今はもう真宙が7割ぐらい、7割ぐらいです、ね、あ、そうなんだ、でお母さんも口は出すんですね、ここはこの、めちゃくちゃ、え、なんかすごくシュールが好きなんだ、あ、まあ、さっきもね、聞いたネタも結構シュールな、これは何がしたいんだろうと、あ、なるほど、伝えたいと、これは何がしたいんだ、分からないけど、やっぱ真宙君に任せた方がいいんじゃないこれさ、感性さ、やっぱ年取っていったら分からんくなるやん、うん、もう何これっていうか俺もやっぱあるもん、西野のこれ何これっていうか、ああ、そう、すでに39でね、うん、伸ばした方がいいのか、先輩からのアドバイスです、うん、まあ同期やけど、俺もやっぱ西野のこれわけわからんなってやつが受けたりするんで、あ、一回任せてみてもいいかもね、なるほどな、プレゼントっていうネタをやって、うん、そのジッタリンジンのプレゼントを受けまして、でサンタクロースが僕にくれた残念なだったのものみたいなネタを、うん、まあ、フリップ持ってギター持って歌作って、うん、で親子も絡んでるじゃないですか、でお母さんは、まあ、そのサンタがどうだみたいな話で、いやいやサンタはそうじゃないんじゃないみたいなヤジ、うん、を飛ばすとか、うん、だからそのフリップも使って絵も描いてるしギターも使ってるし歌も作ってるし、しかも親子っていうのを入れてすごいのと設定盛り込みみたいなネタを作ってます、うん、わあ、それ受けそう、どう受けた、それは受け、じゃあリングリンでしかできないもんね、うん、札幌ではですね、札幌ではいろんな要素ある、いやでもこれはほんまに注目というか、いやいやちょっと知らなかったですよ、こんな濃いのに、え、ちなみにお母さん出たい番組とかあるんですか、ちょっと出たい番組で言うと、親子で、うん、あの狼少年の浜田歌謡祭に出たらあ、お前全然世代別やから、ちょうど合うっていうかね、二人にうってつけの番組だなと思って、確かにめちゃくちゃ本気や本気のやつ来たよちゃんと見て吟味してる吟味してる、浜田歌謡祭なかなか出えへん、浜田歌謡祭って、まあ、いや面白いけど、いちゃんと理由までね、うん、あ、真宙君もやっぱ、はい、それ出てみたい、そう、うん、僕は本当は一番出たかったのが、うん、あのタモリクラブだったんですけど、わお笑い好きやな、お笑い好きやな、終わっちゃったんで、まださよね、タモリクラブだったんや、タモリクラブ出たかった、あーなるほど、うん、もうだからね、今ちょっと喧嘩気味って言ってたけど、はい、仲良くしてもらってね、喧嘩、ちょっと喧嘩気味なんでしょ、喧嘩というか、まあ、その本当お酒を飲みに行き出してからが、それお母さん自分が飲めへんからイライラしてるとかないですよ、いやそんなこともない、いやそうでした、そんなことはない、そうじゃん、もう最近本当にあまりに遊びすぎてるから、札幌の先輩たちもちょっと、え、じゃあそのじゃあ真宙君が例えばわーって飲んでて結構酔っ払ってる感じやけど、お母さん同期が飲みたいってって言ってたら行くんですか、いや、なんかお母さんに行くじゃん、もうそんな、そんな感じはもう行くじゃんねえじゃないの、慣れてるそう行く人もある行くよ、もうしかもなんかそうなんですよ、お母さんはそのお酒が今飲めないから飲めてる前になんか嫉妬してるし、しかもそれお酒によって僕が後輩とか先輩と仲良くなって交流深めてる、いいことだな、それもなんか私は全然誰とも仲良くできないのにみたいなこと言って、そのなんかそうです、僕が飲みに嫉妬、やきもち的な、そう、やきもちが、辻さんにも連れてってもらってるの、ちょっとお母さんも連れてほしかった辻さんの気持ち考えるとやめろ、連れて行く、やめろ、そのマジトーンマジトーンナダル、やめろ45のおばさんと飲んで誰が楽しいんだって、いや、楽しいと思いますけど、ナダルさんとか同期やし、そう、僕は奥さん45やしね、あ、そうや、あ、そっか、で、あの、年上の方が好きなんですよ、おー、
だから、ごめんやけど、真宙君複雑になってくると思うけど、お母さんをナダルとゾエが狙っていく。俺狙ってねえよ、お前おい、同期として、同期として接するというか、恋愛対象としてやめてほしい。やめてほしい。やめてほしいよな。完全にやめてほしいよな。ナダルフライデー取られて、お母さんと最悪だよな。ナダルフライデー、ナダル、お母さんと俺同期、リングリンデーのお母さんとか何がやねん。題名が意味わからへん。どういう意味やあ、ちょっと楽しみでございますけどね。はい、なんかライブやってるな、札幌で、はい、札幌吉本でも、あの、はい、月に何度か4本、5本、6本、あ、はい、7本じゃなかった、7本ある、はい、でツイッターなどで見ていただけると、はい、ツイッター X ね、見ていただけるとマイマイ X、はい、YouTube とかやってない。 YouTube は、あの、まひろが一人で音楽チャンネルやってるの。あ、それ見たいな。いろいろやってんな。ちょっと概要欄に貼っときますね。 ありがとうございます。あと親子でも一応持ってて、なんかトークをやったりする。まだ登録者60人ぐらい、うん、あ、え、まひろくんの方は、まひろの方は1000何人、あ、多いな。え、ちょっとお母さん、え、すごい、1500、うん、サンサンさんより多いよ送り迎えしてもらったおじさんよ。おい、いい加減にしろよ、うん、俺ら1170人だからお母さん、その息子の方がチャンネル登録者数多いのちょっと嫌なんじゃないの。そう、できればそっちでなんかトークとかもしたいなって思ってると、音楽チャンネルだからって言って あんまりお笑いファンが見てないんですよ。まっとうな理由だよ。分かるやろ、マキロ。お母さんはもっと目立ちたいの。嫉妬の塊なのよ。私はマキロのスケジュール管理をしてるのに、なんかマキロだけすごいって言われるから。あ、私こんなに。え、じゃあお母さん何をやってる、マキロのために。マヒロのためにご飯作ってるし、うん、おかんやな。お母さんすぎる。お母さんやん。洗濯もだって朝起きて洗濯終わってさ寝たれっていう時に起きてきて洗濯物を洗濯機に入れるから、またそれを洗濯しなきゃ寝たれにならないのに、こう、で終わっちゃう。でもお父さんの方が多いじゃん、家事やってるの。え、お父さんはいいんだ。お父さんの方が多いんだ。いいんだ、いいんだ。お父さんって、お父さんのが多いんかい。お父さんのが多いんかい。お母さん、これはおるのがあかんやろ。これはダメよ。まあね、いろいろ YouTube チャンネルおのおのやってますので、そちらも概要欄の方からちょっと見てみてください。はい、ということで、はい、リングリンデー、これが注目やな。注目コンビというか親子というか。はい、ゾエもありがとう。ありがとうございました。ということで、リングリンデーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。